さっさきです。書籍をゲームに生かしてみたシリーズです。今回はね、やりにくい人の9つの習慣、こちらをゲームに生かします。まずね、ちょっと見てこれ、薄いんすよね。薄い本なんですよちょっと言いたかった。で、どういう本か一言で言うなら、目標達成しやすくなる思考とか行動パターンを9つの習慣にまとめた本になります。それでこの薄さよ、そう、何がいいって、シンプルにまとめてあるとこなんよね。よくやった。これめちゃくちゃ読みやすいんで、読書苦手な人にもめっちゃおすすめです。著者はハイディ・グラント・ハルバーソンさん。コロンビア大学で研究している社会心理学者で、他にも行動心理学っていうかね、いろんな本を書かれてる方ですね。実は女性です。ただ情熱的な女性なのか、表紙赤いんですよね。赤ってこう興奮させるような色なんで、本には避けてほしかったなと。唯一の不満点がこれ。まあまあ、ハイディな、内容はめっちゃ良かったから次から頑張ろうな。で、なぜこれを押すかというとね、僕もスーパー三日坊主勢でして、これやった方がいいよなとか、これやらないと後々しんどいなとか、分かってるのにサボっちゃうっていうのを繰り返してきてですね、このサボるっていう行為に関しては極めてカンストしちゃったんですよね。あれは小生が小学生の頃だった。夏休みは当然ね、ゲーム三昧。おいおい、ゲームだけしてりゃいいとか、人生ちょろすぎかふんだぜ。そう信じてやまない僕に突然の違法、夏休みの宿題ですわ。でも小学生ってゲームで忙しいから宿題する時間なんてないじゃないですか。だから当然最終日まで貯めましたよ。で、ここで素人は焦って最終日にやっちゃうんですけど、僕クラスになると最終日まで貯めて結局やらない、もう王者の貫禄なんですよね。だってタイムオーバーで何しようが無理なのに、もう残り5秒とかで芸術家って必死になっても意味ないやん。そこはもう次のラウンドに向けて温存やる。まあこの場を借りて一言言いたい、毛利先生、割とマジですいませんでした。でもね、そんな僕でもね、現状やらなきゃいけないことだとか、自分の取るべき課題とかに積極的に取り組めるようになったんよね。運動、食事、睡眠、仕事しかり、この YouTube もね。で、その背景に何があるかっつったら、こうやるぞっていう気持ちとかじゃなくて、この本にあるようなテクニックを使ってたんよね。で、それってむちゃくちゃ役立つから、ゲーマーに限らず全人類に知ってほしいわけよ。というわけで今回は目標達成のための習慣のお話、僕なりにゲーマー視点でまとめましたので、早速行ってみましょう。まずね、本書で紹介されている9つの習慣、これを紹介しますとですね、目標に具体性を与える、目標達成への行動計画を作る、目標までの距離を計測する、現実的楽観主義になる、成長することに注目する、やり抜く力を持つ、筋肉を鍛えるように意志力を鍛える、自分を追い込まない、やめるべきことよりやるべきことに集中する、ってものになります。で、中でも僕が特に重要だと感じるものが3つ。1つ目、目標に具体性を与える。2つ目、目標達成のための行動計画を作る。3つ目、現実的楽観主義になる。なので、この3つをゲームに活かしていきます。といっても、毎度ながら、ゲーム以外にもマジで活かしてほしい。これ以上は言うまい。じゃあ早速、まず1つ目、目標に具体性を与える。もうそのままよね。目標は必ず、どうすれば達成なのか、具体的にはっきりさせましょう。例えば、痩せてーって思ってて、よし、じゃあ次の夏までに痩せよう。これじゃあ微妙なんですよ。自分なりにどうなれば痩せたと言えるのか、5キロ落とすだとか、履けなかったジーパンを履けるようにするだとか、そういう具体的な指標を持つべきなんよね。格ゲー強くなりたいなーとか、コンボできるようになりてーなーとか思うかもしれんけど、じゃあそれって具体的にどんな状態なのかってなったら、例えばランクまでマスターになるだとか、 CPU 戦で1回もコンボミスらずにクリアするだとか、こういうのよね。つまり個人の主観で変わることのない、誰が見ても同じビジョンが描ける目標にするってことよね。これをまず初めにやるんですよ。なぜかというと、基準が曖昧だとこのくらいでええわとか、今日はやらなくてもええわとか、そういう甘えが出て妥協してしまうから。今年は英語喋れるようになりたいっつって、ものすごい曖昧な目標を持ってね、気づいたら日本語すら不自由な人めっちゃおるやんあ、過去の僕です。そんな風になるけん、やっぱ目標は具体的にしといた方が絶対いいのよ。ただこれ、僕的にちょっと付け加えるなら、長期の目標は曖昧でもいいけど、短期の目標は具体的にすべきって感じですね。例えば、格ゲーで人を感動させるプレイヤーになりてえっつ長期の目標があったとしてね、これは僕全然いいと思うんですよ。あえて具体性がないことで、そこに至るまでの道に幅ができるから。でもそしたら短期の目標は
対戦で9割以上対局を成功させるだとか、苦手キャラ10キャラのキャラ対をまとめる、こういう具体的かつ成長が見て取れるものにするってことよね。ちなみに大会で勝つとかの目標はあんまりおすすめしません。なぜなら割と運要素が絡んでくるし、挑戦回数が限られててダメだった時に次に活かせればいいけど、いちいちダメージが大きいから。変な話、相当強くなったとしても出る大会1回戦の相手がウメちゃん、トッキー、モモチーとかだったりしたら、まあ厳しいやん。本当はめっちゃ実力ついてんのに、もう出る大会1回戦負けとかは全然あるもんね。そしたらやっぱ辛いよね。だから大会優勝とかじゃなくて、今年は10回以上大会に出るとか、周囲の影響が少ないもの、そういう目標にした方がいい。で、短期の具体的な目標を決めると同時に、必ずやってほしいのが障害もセットで考えるってこと。例えばランクまでマスターになるっていう目標を立てたとして、起こりうる障害は何かってなったら、ついやる気が出ずサボってしまう、仕事の残業で時間が取れないとか、いろいろあるじゃないですか。じゃあ次に、その障害はなぜ起きるのか。帰ったらスマホを見てしまっている、仕事のスケジュール管理ができてない、そういう原因まで考えていったら、さらにその対策も立てておくんです。スマホはトレモを終えてから見る、朝タイムスケジュールを作って、それ以外の余計な仕事はできる限り断るようにするとかね。なので超簡単にまとめると、自分の達成したいことのために具体的な目標と障害とその対策を考えようってことになるんやけど、僕的に一番大事なのが、その考えて答えを出す時間をちゃんと取ること。これをね、みんなやらないんですよ。当然過去の僕もやらんかったけどね。でもこれは定期的にやった方がいい。個人的にはね、やっぱ目標によるけど、週1は最低そういう時間を取った方がいいと思う。自分の今いる位置の把握、目標までの距離っていうフィードバックも含めてね。そしたら、今週あんま行動できんかったな、なんでやろなとか、最近ちゃんとできてるな、変わってきたなとかなるわけですよ。これがマジで大事。モチベとか取るべき課題とか行動の質がめちゃくちゃ上がるんよね。本当やれば上がる。休日の夜に30分とかでもやれば十分よ。それだけで人生変えれるんなら安いもんなんだから、ぜひやってみてください。はい、続いて特に重要だと感じる2つ目の習慣が、目標達成の行動計画を作る。短期の目標を立てたらですね、次は行動計画を練ってください。いつどこで何をするのか。マイナス5キロの目標を達成するために、月水金はジムで運動しよう。こういう具体的な行動計画ね。ランクまでマスターになりたいなら、1時間は毎日トレモしようとかね。で、ここで超お世話になるのが、トレモニスト動画でも説明してるんやけど、イフゼンプランニング。僕も相当こすってます。もうこれしかしてない。ド中坊よ。これは一言で言うと、もしこうなったらこうするっていう自動化のシステムを作るってこと。だから毎日トレモしたいなら、平日の20時になったらトレモを始めるとか、やりたい行動のトリガーを作るよね。もうね、自分の意志力なんて絶対に信じないでください。そんなのはこちら側のどこからでも切れますの次に信じちゃいけないものよ。トレモしようっていう意志だけじゃ確実にスマホ見るし、調べ物とかもすっぽかして気づいたらランクマンこすってんのよ。我々病気ですから。ちなみにこのイフゼンプランニングは、目標達成率が2倍から3倍高くなることが研究によって分かってます。一応どういうものか説明すると、運動を習慣化したい人たちを集めて2つのグループに分けたよね。片方は普通に運動をするっていう目標を持ったグループで、片方はイフゼンプランニングを使ったグループね。そんで数週間後どうなったかというと、普通に運動グループは 31% しか習慣ができなかったのに対して、イフゼンプランニンググループは 91% が習慣化に成功したのよね。これすごくない？ 5% が 15% になったとかそういうんじゃなくて、9割以上の人が習慣化に成功できたのがすごくない？なぜこんな効果があるかというと、人間の脳って X なら Y っていう文章を記憶しやすいからなんよね。だからイフゼンプランニングは絶対に言語化してください。これ結構いろんなことに使えて、サボり防止にも効果的なんよ。もしスマホを見たくなったら自分のリプレイ動画を見るようにするとか、もし20時10分になってもトレモをしてなかったら、あらかじめ立てた目標をまた見直すとか、それでもどうしてもトレモできなかったら15分だけ、今までのキャラ対を見直すとかね。そう、さっき言ってた障害の対策にも使えるよね。このイフゼンプランニングマジ最強なんで、ゲーム以外にも活かしてください。ジムどうしてもサボ降りてーなーなったら、腹筋、腕立て、スクワットだけとりあえずやってみるとか、お菓子めっちゃ食いてーってなったらナッツを3個だけ食べるとかね。日常をイフゼン色に染めていけ。はい、さらに3つ目の特に重要な習慣が、現実的楽観主義になる。これどういうことかというと、目標に対してポジティブではあるけれど、相応の努力が達成には必要だよねという考えを持つことです。引
引き寄せの法則なんかを盲信する非現実的楽観主義は自分の成功した姿を思い描くだけなんよね。自分はこんなに強く願ってるし、ナポレオンヒルも言うてたし、引き寄せの法則的に成功するよねってね。目標とか言ってることは素晴らしいのに、行動が伴わない意識高い系がこれよね。僕も過去結構思い当たることが多くて耳が痛くなりながら解説するんやけど、確かに過去の偉人たちの共通点として自分の成功した姿を強く思い描くという思考はあったけど、その裏には大変な努力ももちろんあったんですよ。で、それに目をつぶってしまって成功を願うだけだと目標達成率は実は下がってしまうんよね。自分はこうなるんやって心から信じることはすごく大事。でも相応の正しい努力が必要なことは絶対に忘れちゃいけんのよ。俺格ゲー強くなりて、梅ちゃんもいつかは来るんやって強く願ったやつの勝ちなわけないし、とりあえずやるんやっつってランク魔を時間かけてやったやつの勝ちでもない。正しい努力を継続したやつが勝つんよ。じゃあ現実的楽観主義はどんなかというと、実際今格ゲーでトップのレベルになるってかなり大変やと思う。それぐらい今どんどんレベル上がってるから。だからうまくいかないことも絶対あるけど、粘り強く継続して失敗も全部含めて自分の糧にして強くなろう、自分にはトップになるためにやるべき行動をする力があるんだからという考えなんですよ。ちなみに楽観主義とはいえ不安に思うことは全然間違いじゃないです。まず大事なのは課題や困難から逃げずに現実をしっかりと見つめること。それはどの程度の難易度なのか、最善の努力の末に達成可能なのかとかね。例えば今から僕がプロ野球選手になりたいとかおざき出したとするじゃないですか。まあ現実的には無理ですよ。でも一日起きてる時間すべてをバント練習と研究に注ぎ込んで、バントだけは 100% 成功するやつになるとか、めっちゃお金稼いでチームのオーナーになってしまうとか、そういう路線まで考えていくとゼロではないんですよね。じゃあ引き寄せの法則信じて強く願っていればいつか必ず叶うってそんなわけないじゃないですか。そこに至るまでの努力や犠牲にするものや伴うリスクとかを考えると不安なんてもんじゃないし、途中で諦めるか食われることが容易に想像できるんで強く願ってようがやらないんですよね。あまりに非現実的すぎるやん。でもこれがカプコンカップに出るだとか、自分のプレイでスポンサーつけてプロプレイヤーになるだとかってなると、もちろん大変だし不安もリスクもあるけど全然現実的なわけですよ。この YouTube 活動もそう。僕は一応チャンネル登録者10万人っていう目標は持ってて、それはやっぱり可能だとしか思ってないよね。めちゃくちゃ大変だろうけど絶対にいけると思ってる。なぜなら課題や困難を考えた場合に正しい努力で乗り越えられる範囲だし、自分にはその行動をする力があるって確信してるから。しかも取ってるリスクなんてちっぽけなもんやけん、やるしかないよね。ね、なりたい姿と今の自分とのギャップを考えて、不安とか障害をしっかり見つめた上でそれを乗り越える自分を信じましょう。あれ今ちょっとかっこよかったんじゃない？はい、一旦まとめて、ゲーマーの目標達成に特に重要な3点ね。1つ目、目標に具体性を与える。2つ目、目標達成への行動計画を作る。3つ目、現実的楽観主義になるでした。最後に毎回恒例、僕的エンモポイントですが、本書では固定的知能感と拡張的知能感という言葉が紹介されてます。人はこのどちらかの考えを持ってて、固定的知能感を持ってる人は、知的能力は生まれた時から決まってるからどうしようもないよね。成功は生まれつきの才能で決まるよねっていう考えで、壁にぶつかった時にどうしても気が向かなくなったり、限界を感じて辛い気持ちになって、うまくいかないのは自分に能力がないせいだってなっちゃうよね。一方で拡張的知能感を持つ人は、能力は努力や経験で高めることができるでしょっていう考えで、壁にぶつかった時は自分の努力不足だわとか、戦略ミスったなとか、自分のコントロールできるものに原因があるって思うわけですよ。で、当然なんですけど、やり抜く人は拡張的知能感を持ってます。自分でコントロールできることに原因があるなら、成功は自分の頑張り次第やーって信じることができるけん、だから粘り強く継続して大きな成果を得るんよね。実際に能力って努力や経験を重ねることで高めることができるっていうのは科学的に証明されてるんですよ。だから僕たちは困難を前にした時にね、それを才能で見限ることは絶対しちゃダメ。対空がどうしても出ないのは自分は反応が遅いから仕方ねえとか、コンボができないのも不器用だしゲーム向いてないんだよなとか、はたまた人前でうまく話せない、だって俺コミュ障だもんとかね。そうやって自分で自分を見限ってると成長するわけがないんよね。これもいろんな研究や実験で心理学では科学的に証明されとんよ。確かに自分は才能ないわとか思う経験とか裏付けっていうのはあるかもしれんけどね。でもそうやって反応遅い、不器用、コミュ障って自分で思い込むのは相当もったいないよね。それは努力次第で絶対に変えられるもんだから。
でもどうしても無理だってくじけそうになる時ってあるやん。実際すぐに変えるのって難しいけんね。だからもしそうなったらこう思えばいいんよ。今の自分にはまだ無理なだけだ。これがやり抜く人。えも。はい、やり抜く人の9つの習慣でした。本の良し悪しはボリュームじゃなくて内容で決まるんで、僕は非常に良書だと思ってます。ぜひ手に取って読んでみてください。今回は以上です。対戦ありがとうございました。ほいじゃまたね。